B 型は、オーストラリアメルボルンの路面電車のメルボルン市電に在籍する電車の位置形式。鉄道線を転換した、ライトレール区間の開通に合わせて導入された、同市電における初の連接車である。オーストラリアの大都市、メルボルン市内を走るメルボルン市電のうち、セントキルダやポートメルボルンへ向かう系統は、高規格の鉄道路線を、市電の路線網へ転換した。 ライトレール路線である。これらの路線は長年にわたって近代化が行われなかった結果老朽化が進行し、路線バスへの置き換えが検討される事態にまで至ったが、1982年にメルボルント試験における公共交通機関の運営組織がメトロポリタン交通局へ一本化されたのを機に方針が転換され、両系統を市電の系統へと転換することが発表された。 これに伴い、機関の改め機や信号システムの変更、市電との接続などの工事と合わせて、ライトレール路線に適した新型電車の導入も実施されることとなった。その中で、メルボルン市電における初の連接車として発注が行われたのが B 型電車である。両運転台式の二車体連接車で、前後のボギー台車に一機の主電動機が搭載されている。これを含めた、 主要機器については、同時期に開発が行われた A 型と共通仕様となっており、製造メーカーもデュアグ、シーメンス、アイグと共通である。製造は、オーストラリアのコモンウェルスエンジニアリングがダンデノングに所有していた工場で実施されたが、1990年に同工場がアブグループで売却されたことで、以降の量産は同社によって実施されている。塗装については、 製造当初上半分及び、側面下部の線が黄色がかった、クリーム色、下半分が緑色という、当時のメルボルン市電の標準として新たに定められた、デザインが採用されたが、市電の運営権が民間事業者へ移管されて、以降は各事業者の塗装に変更されている。ライトレール路線の開通に合わせて導入された試作者。1八十二年に発注が行われ、 1984年、1985年に一両ずつ導入された。設計当初、ライトレール区間は高床式プラットフォームを用いる構想があり、それに合わせて高床式プラットフォームに対応した折りたたみ、式ステップが設置された。だが、試運転時にこの構造が乗客の往来に支障をきたすことが指摘されたことで、ライトレール区間についても、 低唱式プラットフォームとしたため、営業運転時にステップは撤去された。事故で述べる B2 型と同様に、ライトレール路線をはじめとした各系統で使用されたが2016年に、さよなら運転が行われ、2018年現在は2001のみ保存を前提とする形で残存する。B1 系の試験結果をもとに製造された量産車。基本的な構造は、 B1 型に基づいているが、ステップが当初から存在しないほか、メルボルン市電の車両で初めて冷房装置やドットマトリクス式の方向膜が設置された。冷房装置は各車体の屋根上に1基ずつ配置されている。1987年から1994年にかけて生産が実施され、1988年9月から営業運転を開始し、 ライトレール路線に加えて需要が高いメルボルン市電の使用系統にも投入された。2013年以降は LED 照明の導入、超低照電車に用いられている人間工学に基づいた座席への交換や、それに伴う乗客の流動性の向上、床面の更新といった近代化工事が施行され、着席数が減少した一方で想定員数は増加した。 さらに2014年には車内に情報案内装置が搭載され、多数の近代化を経て2020年現在も130両全車が営業運転に用いられている。B 型の設計段階にあたっては、当時ヨーロッパ各地で開発や導入が始まっていた床上高さを下げた超低床電車とする計画が存在し、B 型の開発が始まった1980年代初頭に加えて、 B2 系の量産決定時や1998年にも同様の案が出された。しかしどれも実現することなく、メルボルン市電において初めて登場した超低床電車は2001年から営業運転を開始した C 型となった。ありがとうございます。